明けましておめでとうございます。本年もどうぞココアートチャンネルをよろしくお願いいたします。今年はイノシシ年ということで、私の干支でもあるのでちょっと気持ちを引き締めて、新年最初の動画はお着物でお伝えしています。ちょっとここは畳の上品なお部屋なので、リュウ君が歩いてるとカサカサとリュウ君の足音が聞こえますけれども、お許しください。私、着物を着たのはすごい久しぶりなんですよ。私が女性になるかならないかぐらいに一度京都の方で舞妓さんの格好をしたことがあるんですよ。それもまた迫力のある舞妓になったんですけれども、その時の写真をちょっと探したら出てきたので、ちょっとご覧いただきたいと思います。これがその時の舞妓の私です。ご覧ください。はい、わ、着物は綺麗だけど、ちょっとこれはずっと封印してて誰にも見せたことなかったんですよ。あー、顔が出てきます。いやー、すごいどうですか皆さん、これやっぱりなんかちょっと男っぽいですよね。舞妓というより、これ舞妓じゃないですよね。これ何なんですかね、これ。はい、いかがでしたでしょうか。今の私の方がいい感じじゃないですか。なんか今日私すごい気に入ってるんですよ、この感じ。今日一日ちょっとこれで過ごしてたんですけれども、いい感じじゃないですか。なんかこの感じだったらたまに着物を着たいなって。やっぱり着物を着ると気持ちが引き締まるというか、なんか私ってやっぱ日本人だったんだなって。やっぱりいろいろ食文化もそうですし、着るものもそうですし、もう全然そういうなんか日本っぽさっていうのが生活からないので、たまにこうやって和服を着せていただくとなんかちょっと気持ちが引き締まります。着付けをしてもらってるとちょっとずつ気持ちが引き締まっていくみたいな、そんな感覚もありました。ココアートチャンネルの視聴者さんはほとんどが日本人の方なので、あまり珍しくないかなと思うんですけれども、メインチャンネルの方が割と海外の人が多いので、本当だったらこれメインチャンネルに出したら海外の人にも見てもらえるかなと思うんですけれども、なんとかメインチャンネルの視聴者様にもココアートチャンネル見てほしいし、もちろんココアートチャンネルの視聴者さんにもメインチャンネルをご覧いただきたいなと思います。今年のちょっと目標としたら、メインチャンネルのチャンネル登録者が500人になったらいいなと思ってるので、このココアートチャンネルをご覧の皆さんで、まだメインチャンネル登録してないよっていう方は、下の説明欄にもメインチャンネルのチャンネル登録ができるようになってるので、よろしかったらお願いします。ココアートチャンネルは企画のほとんどがスタッフなんですよ。私の提案もありますよ。ニベアが紹介したいとか、私のお気に入りを紹介したいっていう時は私も提案するんですけれども、ほとんどがスタッフが企画をしてるんですよ。あの関西弁もちょっとスタッフから出た企画で、最初私はしぶしぶしたんですけれども、喋ってるうちに自分がハマってしまったっていう感じなんですけれども、関西弁講座もしたいですし、もちろんライブ配信で皆さんとも交流したいですし、ラジオも引き続きもっとアップロードしていきたいし、 YouTube の活動としてもやりたいことがたくさんあるんですけれども、絵の活動は今年の予定としたら、まず2月にホテル名古屋キャッスルでアートフェアに参加します。今年は千葉のバンドエッジギャラリーはもちろんなんですけれども、ロサンゼルスのギャラリーのブースから作品を出品したいと思うので、もし愛知県近郊の皆さんとか名古屋にご旅行に行かれる皆さんは2月にホテル名古屋キャッスルにいらしてください。それから9月には新作の個展があります。5月にもちょっと引き受けしている個展があるんですけれども、それは新作展ではないんですけれども、本格的な新作展は9月のポートピアギャラリーになります。そちらもぜひ応援してください。とっても素敵なお着物と、すごいちょっと粋な、ちょっとお気に入りになったんですけど、帯なので全身を、お恥ずかしいですけどご覧いただきたいと思います。ちょっと着物のモデル風に頑張ってみました。よかったらご覧ください。どうぞ。はい、ということで今全身をご覧いただいておりますけれども、綺麗でしょ？着物が。着物が綺麗でしょ？どうですか？なんか着せられたって感じがありますか？しっくり着てますか？なんか自分ではあまりわからないんですよ。もう自分では冷静に見れないの。ただ単にもう着物に酔ってるっていうか、綺麗だわって、なんか着物の美しさがまるで自分に乗り移ったみたいな感じ。なんかわけわからないこと言ってるけど、これはレンタルで借りた着物なんですけれども、こんな感じなんだなって、なんか素材を楽しんでおりました。螺鈿細工が施してあったり、本当に綺麗かったんですよ。生地自体がキラキラした感じで、もう本当に宝石をまとってるような、そんな感覚でした。
これ今あの LINE とかいろいろな写真を撮りながらの撮影なんですよ。そしてあの着付けをしてくれた人たちも写真撮っていいですかっていう感じで、その人たちにも写真撮ってもらいながら動画も撮りながらみたいな感じで頑張ってポージングしながら、なんかでも話しかけられるので話しながらみたいな。身のこなしから変わりますよね、着物って。あの着たことある方わかると思うんですけれども、そんなに大股では歩けないじゃないですか。あまり手を上に上げても袖がめくれちゃったりしてちょっと大変なことになるので、なんか動き全体が嫌おうなしに上品になりますよね。たまにやっぱり和服着ないといけないなって、着たいなって思いました。またなんか機会があったら和服を着れたらいいのになって。本当に皆さんにどう見えてるんでしょうね。でも思ったより窮屈じゃなかったです。なんかしっくりきました。本当になんかいい感じでした。そしてこの帯ご覧ください。すごいなんか粋な帯じゃないですか。いろんな色が入ってマーブル模様というか、なんか普通のお洋服で頭に花をつけるとなんかちょっと滑稽になるのに、着物だとなんか様になるのはどうしてなんでしょうか。なんかこの着物を着た瞬間に、あ、頭に花をつけたいみたいな感じでなんか盛り上がっちゃって、みんなで花をつけさせていただきました。大変申し訳ございませんでした。ちょっと調子に乗ってなりきって全身ポーズをご覧いただきました。はい、着替えてみました。せっかくなのでもう一つお借りして着てみました。さっきのとどちらが似合いますでしょうか。全然違いますよね、着物って。色が変わるだけでこんなに松があったり竹があったり、あ、もみじもあったり、オールシーズンいける柄ですね。これ老血染めですね。またさっきと全然違って、この膝のところ見てください。金糸ですごく立体的な施しがされてるんです。お着物ならではですよね、こういう感じ。なんか切る宝石みたい、宝石を着た感じがします。私が大きいから着付けてくださる方が私より背が低い方だったから大変でした。いかがでしょうか。ちょっとお花も変えてみたんですけど、さっきはピンクで今回白にしてみました。いかがでしょうか。お色直しをして2着も着物を着せていただきました。いかがだったでしょうか。着物のリクエストをいただいたかっくんさん、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。なんか本当にかっくんさんからリクエストいただいてから、あ、着物着たいなって、あ、着物着たいなってだんだんふつふつと湧いてきて、そうだ、お正月だからこの際着物でご挨拶しようということで、今日は着物でのご挨拶になりました。ちょっと今日の私のこの動画でお正月の気分を味わっていただけましたでしょうか。今年はまた関西弁の第2弾もやりたいので、ちょっと関西弁でお正月のご挨拶動画もちょっと遊びで撮ったので、ちょっと行き過ぎな面もありますけれども、そちらもご覧いただこうと思います。ということで今日は中身も何もないんですけれども、ちょっと和服で新年のご挨拶がしたかったので着物でご挨拶しました。今年もきっとあっという間に1年が過ぎていくんだろうなって思うんですけれども、皆さんにとっても2019年が素敵な1年でありますように、ココアートチャンネルの私もリュウもスタッフも皆さんのご多幸をお祈り申し上げます。それでは犬年は終わりましたけれども、イノシシ年もリュウくんも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。2019年もココアートチャンネルどうぞよろしくお願いいたします。新年の挨拶でこの動画を締めくくろうと思ったんですが、急遽第23回 NHK ハート展の追加展覧会が決まったので告知させてください。もうすでに始まっております。2019年1月2日水曜日から1月8日火曜日まで新宿高島屋の11階特設会場で開催しています。東京にお住まいの皆さん、そして関東近郊の皆さん、そして1月8日までは東京にいるよっていう皆さん、それから渋谷での展示や静岡での展示を見逃した関東の皆さんも、この機会にぜひハート展をご覧ください。会場は撮影 OK、 SNS での拡散も歓迎しております。ぜひ皆さんの応援よろしくお願いします。詳しくは下の説明欄のハート展ホームページをご覧ください。以上、第23回 NHK ハート展の緊急告知でした。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。画面の赤いプロフィール画像はココアートチャンネル、上の赤いウサギはメインチャンネルです。メインチャンネルの応援もぜひよろしくお願いします。
それではまた次のココアートチャンネルでお会いします。ありがとうございました。